ください。高知よさこいナイター第7競争個人協賛競争です。 C2 クラスの3組1400メートル戦じゃんけんの神様協賛内田真由美誕生日特別のメンバーで争われます。協賛メッセージです。2日早いですが AKB48 の内田真由美さん18歳のお誕生日おめでとうございます。小さくても頂点目指してひたむきに頑張る姿にいつも心打たれます。今度は実力でセンターを奪ってください。応援しています。昨年の9月21日じゃんけん大会で優勝しシングルチャンスの順番でセンターポジションを獲得した内田真由美さん、あさって27日お誕生日おめでとうございます。150センチと小柄ながらそのガッツと勝負にかけるエネルギーで2012年も頑張っていただきましょう。今日は協賛ありがとうございました。4コーナー奥からの発送です。9頭立て、タイトーキャップ、初音ブライト、アルビラ、びっくり泰山、ジニアビスティ、エリン、マイネギュゼル、スパイシーガール、瀬戸のゼリタブの9頭です。人気は3連単9番1番4番という組み合わせ、1番人気瀬戸のゼリタブ、タイトーキャップ、そしてびっくり泰山続いています。ゲートにはジニアビスティと今アルビラが向かいました。6番のエリン。高知よさこいナイター第7競争内田真由美誕生日特別、9番瀬戸のゼリタブ、人気の馬が最後に誘導を受けました。体勢が整ってスタートしました。広がりました。わずかにアルビラが後方ですが、さあ内の方から1番のタイトーキャップ叩いて出して、これよって4番のびっくり泰山です。間から2番初音ブライトと3頭は1段、4番手6番のエリン、大外から瀬戸のゼリタブ、これらを見ながら上がってくる。その後7番マイネギュゼル、中段5番ジニアビスティ、後方からは8番スパイシーガールと最後方3番のアルビダです。全体は10馬身ぐらいで今1000メートル標識25秒1で通過しました。2コーナーに向かって1番のタイトーキャップ、最内枠から思い切っていきます。宮川ミノルでリードを1馬身です。2番手が2番初音ブライト、1馬身半差、3番手集団、内が7番マイネギゼル800を切って、その外から4番ビックリ泰山が上がって3番手、その直後は6番のエリンです。中段馬群に9番瀬戸のゼリタブと内に5番のジュニアビスティ並んで、後方は4馬身差3番アルビラ、最後方から8番のスパイシーガールで600を切ります。全体は変わらず10馬身ぐらいで3コーナーのカーブ、台頭キャップのリード1馬身ぐらいです。追って追って初音ブライトが2番手、3番手ビックリ泰山が上がって、うちマイネギゼルも食い下がって4番手、その後瀬戸のゼリタブ5番手400を切った、うちからジニアビスティ接近、交代したのは6番のエリンで第4コーナーのカーブ、先頭を守る1番の台頭キャップに各馬内から外から襲いかかってくる、外目から瀬戸のゼリタブビックリ泰山、内からマイネギゼル接近、前は4頭広がって4コーナーカーブから直線200を切って、瀬戸のゼリタブが先頭に立った、びっくり泰山2番手、台頭キャップが3番手、その後は2番の初音ブライトも追い込んでくる、100を切りましたが、先頭は完全に9番瀬戸のゼリタブです。抜けました。2番手は3頭の激戦だが、先頭瀬戸のゼリタブゴリ、2番手びっくり泰山か初音ブライトか、その後台頭キャップがうち4番手争いまで、9番瀬戸のゼリタブです。溜めて中段から行って一気にまくりました。上がりの800メートル、56秒3、600m42 秒7と上がりがかかっています。9番の瀬戸のゼリタブ人気に応えまして、プラカネイクヤスが180勝目、松木圭介厩舎が170勝目です。最後はもう控える余裕がありました。9番瀬戸のゼリタブ、2番手の混戦からはびっくり泰山と初音ブライト、この2頭が抜けてきましたが、勝ったのは9番瀬戸のゼリタブです。さあ2番手争いは2番の初音ブライトか4番のびっくり泰山か、その後は台頭キャップとアルビラです。第7競争内田真由美誕生日特別、確定までもうしばらくお待ちください。